私たちは福島県立朝霞高等学校合唱団です。私たちは創部75年を迎える歴史ある合唱団です。今年は新型コロナウイルスの影響で例年通りの活動ができない中で、合唱ができる喜びをかみしめながら日々感謝の気持ちを持って総勢15名で活動しています。この演奏会を通して、今もなお震災復興のために尽力されている方々への感謝の気持ちと、そして私たちがこれからの未来を担っていくという思いを伝えたいと思います。また先日の地震で被害に遭われた方々に少しでも元気を出していただけるように歌を歌いたいと思います。私たちは今回単独曲で竹内まりやさんの命の歌を歌わせていただきます。東日本大震災から10年という節目で、もう一度命の尊さを考え、これまで出会った人や今生きていることに感謝の気持ちを伝えたいとこの曲を選びました。それではどうぞお聴きください。